9ゼーゼマン氏の帰宅。このことがあってから数日後のこと、ゼーゼマン氏の家には一大事件が起こって、上へ下への大騒ぎとなりました。今度は主人が旅行から帰ってきたのでした。セバスチャンとチネッテは馬車から荷物を運んでいました。ゼーゼマン氏はいつもお土産をどっさり買ってくるのです。ゼーゼマン氏はまず何よりもクララの顔を見に行きました。それはちょうど昼過ぎの休みの時間でしたので、ハイジはいつものようにクララのそばに座っていました。お父様と娘とは優しく挨拶を取り交わしました。それからゼーゼマン氏は隅の方にこっそり逃げていたハイジの方に手を差し出して言いました。ああ、これがスイスのお嬢さんだね。さあ握手をしましょう。よしよし。さあ行ってごらん。クララとあなたは仲良しかね。泣いたり仲直りをしたり、また喧嘩をしたりするのかね。いいえ、クララはいつも私に優しくしてくれるんです。ハイジが答えました。ハイジはね、いっぺんも喧嘩しないのよ。クララがすぐに口を挟みました。よしよし、それはいいね。お父様は椅子から立ち上がりながら言いました。だがちょっとごめんよ。お父様はご飯を食べてくるからね。一日中何も食べなかったんだよ。あとでお土産をみんなに見せてあげよう。ゼーゼマン氏が食堂に入ると、ロッテンマイヤーは何か不吉な顔をして向こう側に腰を下ろしました。ロッテンマイヤー、そんな顔をしてどうしたと言うんです。クララは全く愉快そうに見えるがね。するとロッテンマイヤーは厳かな調子で口を開きました。ゼーゼマン様、それはお嬢様に関することなのでございますが、私たちはひどい目に遭わされたのでございます。それをまたどうしてかね。ゼーゼマン氏は静かにブドウ酒を飲みながら尋ねました。ご承知のように、私たちはお嬢様のお相手を見つけることに決めました。私はあなた様が行儀の良い、育ちの良い子供を望んでいらっしゃることを存じておりましたので、スイスの子供を見つけようと思ったのでございます。高い山の空気の中に育って、この世の空気には触れずにいたというふうな、小説に出てくるような子供を見つけたいと思ったのでございます。どんなスイスの子供だって、どこかへ出かけるには、この世の空気に触れなければならないじゃないかね。足の代わりに羽でも生えてるんでなければ。ああ、ゼーゼマン様、私の申し上げるのは、清らかな山の中に育った子供は、何か理想的な感じのものだろうというのでございます。そんな理想的なものが、一体クララの役に立つと思うのかね。ゼーゼマン様、私は冗談を申し上げているのではございません。お考え以上に重大なことなのでございます。私たちはひどく騙されたのです。だが一体どうしたというんです。あの子供にはさっぱり困るようなところは見えないが、あなた様はあの子供のしたことを何もご存じないからでございますが、あの子供はあなた様の留守中に変な人間を連れ込んだり、動物を持ち込んだりしたのでございます。詳しくは先生から申し上げることと存じますが、動物ですって？動物って何です？とてもわからないんでございますよ。あの子供のすることはとてもわからないんです。まるで時々気が変になってしまうみたいなんです。ゼーゼマン氏はそれまでの話は別に気にも留めていませんでしたが、あの子供が気が変だと聞いては、自分の子供にも関することと思って心配になってきました。その時ドアが開いて、先生が見えたと取り継がれました。さあ、問題を解決してくれる人が見えた。先生、まあおかけください。
ゼーゼマン氏は手を差し出しながら言いました。コーヒーを一つどうぞ。さあさあ、それから私の娘の相手の子供がどうしたというのか一つ話してください。動物を持ち込んだとは一体何のことですか？それにあの子供は気が変だというのは本当でしょうか？先生はまずゼーゼマン氏の帰宅の挨拶から始めなければならないと思って言いかけると、主人はとにかくハイジのことを知らせてほしいと言いました。それで先生はいつもの調子で話し出しました。あの子供について私の意見を申し上げるとなりますと、まず次のことから述べなければなりません。すなわち、もし一方においてあの子供が不注意に育て上げられたためとか、あるいはむしろ小さい時の無教育のためとか、あるいはまたこれは全く責められるべきことではないのですが、山の上の孤独の生活のためとかで進歩というものが欠けているとしたならば、反対に他方においてこのような生活は確かに何らかの利益をも含んでいるものでございます。先生、ゼーゼマン氏は先生の話を遮って言いました。あなたは必要以上に煩わしくしていらっしゃる。私はただあの子が何か動物を持ち込んであなたをびっくりさせたかどうか、それからまたあの子供が私の娘の相手としてふさわしいものかどうかということについてあなたのご意見を伺いたいだけなんです。あなたが誤解なさらないようにと思ってなのです。先生はまたもや始めました。というのは、もし一方においてあの子供がフランクフルトへ来るまでに送ってきた未開の生活のために社会の慣習に対して未経験のところがあるとすれば、他方においてはある良い資質に恵まれているものです。要するに、先生ちょっと失礼、娘が待っていると思いますので。そう言ってゼーゼマン氏は素早く書斎へ行ってしまいました。クララに聞いてみようと思ったのです。それでハイジに向かって、お嬢さん、私にちょっとお使いをしてきておくれと言いましたが、何を頼んだものかとちょっと言葉が使えてしまいました。ハイジに部屋を出て行ってもらいたかったのです。私に水を一杯持ってきてください。冷たいお水ですか？ハイジは尋ねました。そうそう、できるだけ冷たい水をね。ハイジはすぐに出て行きました。さあクララ、ゼーゼマン氏は椅子を引き寄せて言いました。お父様の言うことにはっきり答えるんだよ。あの子はどんな動物を持ち込んだというのかね。またロッテンマイヤーはどうしてあの子の頭が変だというのかね。クララは亀のことや子猫のことなどをすっかり話しました。お父様はそれを聞いて吹き出してしまいました。わかったよ、あの子を返したいとは思わないかね。いいえ、いいえ、クララは反対しました。どうぞ返さないでください。ハイジが来てからは一つも退屈しなかったの。だって毎日面白いことばかり起こるんですもの。それにハイジはいろんなことをお話ししてくれるんです。よしよし、ああ来た来た、冷たい水を持ってきてくれたかね。ゼーゼマン氏はハイジからコップを受け取りながら尋ねました。はい、ポンプから汲んだばかりです。あなた通りのポンプまで行ったの？クララが尋ねました。ええ、ずいぶん遠くまで行ったわ。だって最初のポンプのところは人がいっぱいだったの。だからずっと向こうの通りまで行って汲んできたわ。それから白髪を生やした紳士の人がゼーゼマン様によろしくって言ってました。ずいぶん遠くまで行ったんだね。ゼーゼマン氏は笑いながらこう言いました。
だがその紳士というのは誰だろうな。通りがかりの人でしたけど、私を見て立ち止まって、わしにも一杯ごちそうしてください。誰のところへ持って行くのかねって言いましたの。私がゼーゼマン様ですって言うと、その人は大層お笑いになって、よろしくっておっしゃったんです。それから、おいしい水をたんと召し上がるようにと言ってましたわ。そうかい、誰かな。どんな人だったかね。とても優しそうな人でした。太い金の鎖をつけてましたけど、それには大きな赤い石がついてましたわ。そしてステッキの握りには馬の頭がついてました。お医者様、うちのお医者様だわ。クララとお父様が一緒に叫びました。そしてゼーゼマン氏はいつになく通りの向こうまで水を汲みにやらせたりして、友達の医者はきっと変に思っただろうと思うとおかしくなりました。その日の夕方、ロッテンマイヤーが後片付けを終わったとき、ゼーゼマン氏はハイジは気が変でもないし、クララも好きになっているようだから、ずっと家に置くつもりだと言いました。それから特に言葉を強めてこう言いました。だから、私はあの子にできるだけ優しくしてやりたいと思うんです。あの子の変わっているところを悪く見てはいけない。もしあなた一人の手に負えないようだったら何とかしよう。近いうちに私の母を呼ぼうと思っているが、母はご承知の通りどんな人であろうとうまくやっていける人なんだから。はい、承知いたしました。とロッテンマイヤーは答えましたが、このありがたい助けを借りようというふうには見えませんでした。ゼーゼマン氏は2週間後、またパリへと出かけて行きました。ゼーゼマン氏が出て行くとすぐにお母様からの手紙で、次の日に着くから駅まで迎えに来てほしいと言ってきました。クララは大変喜んで、その日の夕方はおばあさまのことばかり話したので、ハイジも老婦人のことをおばあさまと呼び始めました。そのたびにロッテンマイヤーは不愉快な顔つきでハイジを見つめましたが、もうハイジは慣れっこになってしまったので、別に気にも留めませんでした。けれども夜になってハイジが部屋へ戻ろうとしたとき、ロッテンマイヤーが待ち伏せしていて自分の部屋に引き入れて、決しておばあさまと呼んではいけない、奥さまと言いなさいと厳しく言いました。わかりましたね。ロッテンマイヤーはハイジの困ったような顔を見て言いました。ハイジにはどうしておばあさまと呼んではいけないのかわけがわかりませんでしたが、ロッテンマイヤーの恐ろしい顔つきを見ると、それ以上聞き正すわけにもいかず黙っていました。